ルクアロ DIY ご視聴ありがとうございます。今回直熱三極管 300B シングル真空管アンプ、私の真空管アンプ製作工程第5回目でございます。だんだんと出来上がってきましたね。完成に一歩ずつ近づいています。このアンプから出てくる音楽しみですね。さてさて、今回前段に使う B 電源の製作をします。ここの場所は B1 電源と呼ぶことにします。一般的な方法としては、前回製作した出力管用の B 電源から抵抗で電圧を落とし、コンデンサーを置き、前段をある意味別電源として扱います。その扱う素子の電源近くに置くコンデンサーはデカップリングコンデンサーと呼ばれることもあるようです。大きな信号が入った時に電源がふらつかないよう安定させる役目があります。デジタル機器の IC の根元に入れるパソコン 104P なども高周波を扱うのに使われていますが、それと同じです。今回のアンプではユニバーサルアンプとして完成させたいので、 B 電源を変動させて使う場面があります。少し面倒ですが、回路を独自に分けて前段の玉専用電源を作ることにしました。ここで言うユニバーサルアンプとは、いろいろな真空管を変えて音を聞いてみようという目的のアンプで、 B 電源の電圧を個々の真空管に合わせた電圧を設定して変えていきます。その都度 B1 電源を合わせ直すのは面倒なため、別途専用電源を最初から用意した方が良いので、この形を取りました。 B1 電源ですが、ここでは整流管は使わず、帯圧の大きいダイオードを使います。まず回路図で整流用の 1N4007 があります。帯圧 1000V、 電流は 1A の規格です。この場所に使うダイオードは電源トランスの3倍余裕のある帯圧が必要と言われています。今回取り出す電源端子は 280V の端子なので問題ありません。もしもこの電圧に余裕がない場合は、ダイオードを2個直列に入れることもあります。ダイオードを通り整流させた電気は最初につながっている抵抗で電圧を下げます。少し電圧が高すぎるために下げる必要があります。コンデンサーは4個ともに47マイクロファラットのものです。シャーシーに固定する方法として、100マイクロファラットのコンデンサーで、高さがシャーシーの厚みを超えてしまうため、短めの47マイクロファラットを選びました。 FET の 2SK3067 を使い、簡易的なリップルフィルター回路を作っています。この FET の規格は 600V 2A 以下で使うことで、発熱もあるのでシャーシーに固定し放熱させます。3本の足の FET はソース、ドレイン、ゲートがあり、回路図には SDG と書いてあります。動作としてはとても簡単で、ゲートの電圧に対して 3V ほど低い電圧がソースから出てきます。ゲートを安定化させると出力も安定します。そしてドレインが入力側になりますが、ゲートに対して 10V くらいは高く設定します。あまり電圧差があると FET の発熱に関係してきます。この回路では47キロオームと1メガオームの分圧した電圧が基準として、その 3V 低い電圧が前段の電源として使えます。ゲートの端子はデリケートでして、 FET のすぐ根元に発信止めの抵抗が必要です。また電源オフ時に対策としてダイオードが入っています。注意事項としては、電源オンにしてから前段の CV5112 が動作状態になる前には無負荷状態になり、前回で製作した B 電源の時と同じように電圧が上がっていきます。ここでも LED を使って電気が溜まっている時には灯るように回路を入れてあります。ここでは緑色の LED を使いました。ダイオードは黒パッケージに白線があり、方向性があります。 LED はリード線の長い方がプラス、 FET の足の記号は図面中に絵を描いておきました。配線の続きを行う場合、中に触れる場合、高電圧の回路のコンデンサーが放電されているかどうか確認を忘れてはいけません。順番が前後しています。しかも動画がうまく撮れていませんでした。申し訳ございません。
C 電源を先に作っていて、しかも途中からの映像になってしまいました。説明するしかないですね。300B アンプでの C 電源はマイナス電位が必要です。幸い電源端子に 70V の端子があるので、ダイオードを逆側に接続して、マイナス電源を作ります。ここでは電解コンデンサーも極性を反対にして使います。電源トランスには1回路しかないため半端整流になりますが、使う電流が少ないため問題ありません。手持ち部品の中に半固定ボリュームがなかったので、50キロオーム B カーブの2連ボリュームを並列に使い、25キロオームとして使っています。そのため左右独立させて調整ができるようにしました。片チャンネルあたり 4.4mA 流し、電圧はマイナス 9V からマイナス 82V くらいが可変できるような回路です。調整方法としては、あらかじめテスターで真空管のグリッド電圧を合わせておく必要があります。これが固定バイアス回路での特徴ではありますが、最初に電圧を合わせておくだけの話なので、面倒な話ではありません。ここでは左右単独で合わせるために、多少のバランスの違う玉を使っても合わせ込みができる便利さもあります。今回の 300B では、電圧動作のチェック時にマイナス 65V に合わせています。回路図の右下の電解コンデンサーは、ドライブトランスの根元につけるのが正解です。映像をよく見てみるとバレちゃってると思いますけど、電解コンデンサーのプラスマイナスの向きを間違えて配線していました。今その修正を行っております。何台も作っている私でも時々こう間違えることがあります。電解コンデンサーをプラスマイナス反対に接続すると電解コンデンサーが爆発しますので気をつけないといけません。電解コンデンサーはブチルテープというゴム状の両面テープを使って止めています。このテープは柔らかくて熱による硬化が少ないため、数年経った後でも剥がすことができます。コンデンサーには 1000V 1アンペアのダイオードを1本つけます。私は部品を購入するときに10個とか100個とかまとめて買う癖がありまして、部品はほとんどストックしてあります。今回の C 電源は黄色の線材で配線を行いました。画面左右にある緑色のボリュームが50キロオーム B カーブのボリュームですね。これが、2個並列につながって、中央からオレンジ色の線で、ドライブトランスに入ります。そのドライブトランスの根元に電解コンデンサーをつけて C 電源の配線が終了となります。今回ご紹介している回路図は、黒い部分ですね。今 C 電源右下の部分が終わりました。次 B1 電源、回路図右上の部分です。これを、ご説明します。47マイクロの電解コンデンサーが4個下向きに配置されています。回路図に従って抵抗をつけてあります。右側のオレンジ、赤色、白色の 3本の線が FET につながっています。 FET の G と書いてある部分の抵抗はFET の根元につけなくてはいけません。ちょっと見にくいですが、中央右側ダイオード2本トランスの足から直接つなげてプラス短くまとめてあります。それでは配線が終わったので実際に電気を入れて検査を行います。
テスターは DC レンジ。シャーシのネジの部分をグランドとして、ソケットは、表から見る場合は左回りで、こちらが1ですね。1。ここを境に1、2、3、4といきます。では、電気を入れるとすぐ電圧が上がります。それでは、電気を入れます。真空管はどれも抜いてありますが、これで、今無負荷の状態ですので、380V 近く上がってきています。いいですね。これで両方出てるのを確認しました。次に、C 電源ですけど、C 電源は、300B のソケット。これも上から見て、この部分を境に、こちらが1、2、3、4ですね。3番に C 電源が出てきます。今、マイナス 61V ですね。このボリュームが可変用のボリュームになります。これを変更していくと、どんどん下がって、マイナス 9.1。で、ボリュームを回していきますと、今 80V ですね。マックス回して 81V くらいですか。だいたいこんな感じです。で、実際、ここのアンプでは、一応 65V に合わせておきます。それでは反対側も行ってみますね。8.6V。右いっぱい回してマイナス 80V。左右同じですね。ここもマイナス 65V に合わせておきます。こんな感じでしょうか。これで電源切って 0V になりますね。これで終了です。今回これでアンプの下準備は全部終わりました。次回からいよいよ音の出る部分に入っていきます。